お願いします。四人将棋のシングルスですね。ガレデさん、業界最安値さん、岸ヤさんですね。業界最安値さんは初めてですね。なんか、すごいネーミングですね。業界で一番安いんでしょうかね。<laughs> まあ、私はあまり安く売る気はないですけどね。業界最高値で売りたいな。業界最安値で売った買って、業界最高値で借りたい。<laughs> なんだかよくわかんないや。まあ、まあ、買うときは安く、売るときは高くっていうね。そう、強欲な感じでいきたいと思います。しかし、その強欲さが果たして岸屋さんに通用するのかっていうと、またそれはそれで難しいところではあるんですけども、 業界最安値さんなんか毎度とか言ってますね。なんか面白いですね、コメントが。あ、飛車ですか。これ金上がる、いやでも金上がるような形ではあるんですよね、一応。うん、ガルテさんは銀をこちらに上がってますので、今すぐ噛みついてくるような形ではないですからね。あの、じっくりと、ああ、飛車ですか。 これは49玉がいわゆる部分定石とされているわけなんですよね。あの、飛車をこう、端に寄られたら玉を寄るというのが一応、もうこれもだから61玉が部分定石らしいですね。あ、でもまあ62玉。まあこれでもいいんですかね。でもこれだと飛車のね、引きがね、ちょっとね、あの、気に引いてないので、ちょっと危ない面もなくはないかなというところで。 でもやっぱりこの人気の飛車の形にされると、岸谷さんに噛みついていきづらいですからね。まあ、制っていうことですよね。攻める、一気に攻め込むというよりも。あっと、なるほど、これは天守閣ですね。なるほど、そういうことですか。確かにこれ、天守閣に囲ってしまえば。てかこれ、天守閣っていうのはあんまり安そうではないですね。あの高そうですよね。お高く止まってる感じもありますよね。 5 5歩は取られて意味ないかうん。ちょっとそれは意味がないでしょうね。気によっときますか。ちょっとこれだと反発力がないですけどね。あんまり。ただガレゼさんからね、そのすぐ攻め込んでくるような形ではないと思うので。うんこれいい形ですね。 やっぱりお店を綺麗に整えておくこともお客様にと、お客様を呼,び呼ぶことは、呼ぶにあたって大事なことというね。なんかそういうことでしょうかね。なんか記者さん怖いな、次に、んかこれ怖いですね、これね。27金とかで攻めてくんのかないやー、ちょっと、まあいいや、銀河っとくか。ちょっと、陣形が凝り固まってしまったかもしれませんね、これ。 なんか4人将棋ってさ、王様をさ、ガチガチに固めても勝てないんですよね。なんかその、左右から攻められたら、あの、いくら固めても意味がないので、割とこう、岸田さんみたいな感じで、手損してるんだけど、なんか、のっぺらとして、のっぺら棒の方がね、固かったりしますよね。なんか、その、手損していた方がいいっていう、なんかそういうちょっと変な世界ですよね。 これやばいな。これ銀動かせないんですよね。銀動かすと、なんかまずいことになるので。あ,あ、そっか。岸屋さんもあんまり、あんまり、ねえ、できないっていう。28、28金とすれば打開はできますけれども、打開はできるけれど、打開するだけになっちゃうんだよな。こうか。 あんまり形よくないですね,これねうわー来たよ来たよこれまずいなまずいですねこれは次にいや次にねガレデさんが何か攻めてくるかどうかっていうのともかくとして岸谷さんはさ業界最安値さんとやり合ってないし業界最安値さんは岸谷さんに対してちょっかい出す、はい、あでもあ行ってくれてよかったよ ちょっと鬼の犬間にでも鬼の犬間にっていうかこれ玉上がっても取られて同玉でどうやえちょっとですよねですのでやっぱりここ一車もう戻すかで4 8玉から5 7玉までいければなんとかっていうところですかねさあここでガレデさんがどう考えるかですよねこちらに攻め込むことを優先するのかそれとも自分の 王様の守りを固めていくのか。ガルデさんとしても、この、金が2枚浮いてるのはちょっと気になるかもしれませんけどね。4人将棋って結構その浮き駒を、あ、そうですね。やっぱりこっちをね。やっぱりこれ業界最安値さんがやっぱり安定してますよね。駒組みとしては。やっぱり業界最安値だけあって売れてるんでしょうかね。やっぱりいくらね、その高い値札をつけても売れなければ全く意味がないですからね。 王様でこれはでも良かったですね。あの、こっちに、飛車がね、あのー、効かなくなったんで、これ玉を上がっておきましょう。ああ、こっち攻める気満々ですね、これは。どうすればいいんだろう。まあでも、吉谷さんは多分、ああ、飛車を交換するのか。なるほど。そっかそっか。そうですね。で、まあこれは天使角ですね、やっぱり。 まあ、ここで5 5歩とか行くのも危ないですからね。さすがにちょっと。<laughs> 5 5歩としてもね、ってとこなんで。ああ、冷静ですね。これ、銀取って同金で4九銀って言ってもちょっと気になりましたけどね。うん。これ、やっぱり業界最安値さん安定してますよね。ああ、もう、玉に戻るんですか。はあ、そういうものですか。うーん、どうだろう、これ。金が、銀上が。 銀あるかちょっとなんかどうかなって感じはしますけどねこれもねああ取ってきたか同飛車で同金ああ同同玉もありますかね同玉で飛車寄ってきたらこう取ってこうってうん玉で思い切って取ってみる手もありますかね銅玉だと何指すかですよねまあでも なんかね、飛車だとまた、なんか絡みつかれて、玉て思い切って取ってみよう。怖いですけどね、これはも。も多分飛車をここに回すと思うんですよね。で、王様逃げて、飛車交換っていう、そういう未来予想図が見えるような、見えないような。あ、銀でしたか。逃げて。あ、これ金上がってくる手が嫌ですね、これ。めちゃくちゃ嫌ですね。 やっぱり下で取って、取ったらよかったかな。ああ、飛車を回すんだ。うん。いや、業界最安値さんはゆっくりできますよね。で、岸アさんは依然として威力のままですね。なんかもう、何もする気はないというね、感じですよね。 これ次に7の金とされると銀って同金同金同金同飛車これね銀地帯んですけど同銀で同金だと4九銀があるのでどうしようこうかなうんまあこれはうん分かってはいるんだけれども分かっちゃいるんだけどねあでもここで噛みついてくれましたね そう、これ業界最安値さんの商売繁盛に、ちょっとね、その、の、の、<laughs> 商売を繁盛してほしいってこところですね。これは銀を打つしかないですよね。さすがに。で、同金、同金、同金、同飛車の時に、同飛車が大手にならないので、その瞬間に業界最安値さんに取られますので、まあ、同銀、同、あ、どうするんですかね。まあ、取っといて、 あ、でも同飛車の瞬間に、まあ取りますけど、同飛車の瞬間に私の王様を無理やり詰まそうと思えば、業界最安値さんや岸屋さんが、ああ、銀打ちか。うーん。えー、でもそれやると取られますよね。さすがにね。あ、でもこれ、ガレデさんがちょっとまずいんじゃないのこれ。私が後でこれ、銀をね、飛車で取っちゃった時に、ガレデさん同飛車って取れないですね。 取ると、業界最安値さんに詰まされちゃいますからね。これは業界最安値さんうまく動きましたね。私にとってはね。あ、岸屋さんは、高みの見物というよりも低みの見物。で、これもう、こうですよ。これでいいんですよ。同したとすることできるんですかというね、そういう問いかけですね。同したとできるんですかあなたはという。できるんですか本当にできるんですかっていうね。いいんですか同したとすると、業界最安値さんのね、 あのー、はい、ありがとうございました。前だりっていうね、掛け声がかかってしまいますよというね、そういうお話でございますね。ただでもこれ調子に乗ってガルデさんを攻められるかって言ったら、それはちょっとやりづらいんですよね。どうしてかっていうと、マジックが生じる可能性があるので、それはちょっとやりづらいんですよね。ですので、でこの飛車も浮いてるのが気持ち悪いんですね。 ああ、玉上がったんですか。あちっとちえっ、ー、と、これはですね、金を打つ、ああ、どうしようかな。まあ、金を打ってみますか。ちょっとうるさい人は、ちょっとね、退治しとこうという。まあ、なんかこの高火の見物してる岸田さんをね、どうにかしたい気分でもあるんですけど、それどころじゃないのでね、 あ、飛車もあったか。業界最安値さんとしては、ここは、あ、取って、同玉で、こういう時にさ、この飛車が浮いてるとマジックされちゃうんですよね。あの、金打ってないと、ああ、でも飛車打ちか。まあ、でもこの金打ってるがために、この飛車をただ取りされずに済んだという。まあ、そういうことですね。うわあ、ここに打つ、えここに打つのか。 なるほどね。あ、さすがに飛車の方をと、ああ、なるんですか。ええー、そうやるのなんか、雲行きが、雲行きが怪しいな、これは。どうしよう、これ。銀打つと勝手さんはこの金取れないですからね。ですので、これ銀を取っちゃったりすると、 ああ、ダメだな。それはダメだな。なんだから、これは一回受けときますか。あれやで。今、ガレーゼさんが一番恐れているのは、業界最安値さんなんですよね。やっぱり業界最安値の、やっぱりその、証拠というかね、販売術というか、その、ああ、また時間切れですか。うーん、時間が切れましたね。なんか、時間切れ多いですね。 ちょっと業界最安値さんの掛け声に音出されてしまったのかなこれは。で、この、ああ、まあまあまあ、そうですね。さあ、こっからどうするかですよね。ちょっとマ得してるとは言っても、ちょっとこの飛車が動きづらいので、うーん。この辺のコマを業界最安値さんに回収されてしまうのはもうしょうがない。ああ、でも飛車打ちで、 銀打ったらどうするんですよね、これ、ね。銀打ったりとかすると。銀打ったりすると、業界最安値さん取って、取って取って、えちょっとわからないけど。わからん。ここのね、このガルデさんに対してあさっていくのはね、どうなのかなって気もするんですけどね。取って、シ屋さんはどうするんだ トルコもないんですよね、岸谷さんはね。トルコもないので、ああ、そうですか。そこで、この金を取るか、こっちの銀取るかですけど、この銀を取ると、まあ、岸谷さんには取られるのかなだけど、こっち取ると、でも、こうなってくるってか、ちょっと嫌なんですよね。こう取るいやー。 わからん。どうしてこっち取ったかっていうと、このね、この銀取りたいんですけど、なんか8度の銀なりが嫌だったんで、ちょっとこっち取ったんですけどね。でも、岸谷さんに回収されますよね、いずれにしても。なんかあんまり意味がないですね。銀で銀を取って何やってんのって話ですよね。こんなことではあんまり意味がない。え、金打ち金打ちですか。う まあでも、岸田さんは多分96飛車なりと美味しくいただくんじゃないですかね。それとも、この銀なんか目をくれずに何かやってくるんですかね。ああ、目もくれずにですか。くれないんですね。どうしましょうかね。87銀もありますかこれ。でも、飛車取られるのもそれはそれで嫌なので、逃げとく手もあるんですかね。あ、逃げときますか。 7キロの金はね、重いですからね。あの、あまり形がいいわけじゃないんですよ。だから、ちょっと逃げておくことによって、相手の駒の引きを悪くするというね、そういう思想ですね。で、業界最安値さんは、次はどんな商品出してくるんでしょうかね。あ、飛車、あーなる、えまあ、この金取りっていうことですよね。ただ、この飛車を打つと、 あのー、この私のこの銀がですね、取りづらくなりましたね。当たってきて、と、んまあ、取っちゃいますか。うん。これ、同たらないとできるのってね。大丈夫なの岸谷さんにこう噛みつかれてるところで、この金回収してる暇あるんですかっていうね、そういう、あ,あ、こっちか。でも次銀、銀まあ、うん、でも、 まあ、岸屋さんはチャンスを待ってたってとこですかね。序盤戦はあまり自分からね、積極的に激しい戦いにせずに、はい、ああ、じわっとね。でもこれは金を引きたいですね。金を引、いやいや、どうだろう。銀を引いてみる <laughs> これ銀引いたらどうなんですかね。銀引くと、えー、でも銀引くとでも業界最優先さんはこの人取ってしまうか。 それはちょっと面白くないですね。面白くはないので、気引きますか。まあ私はこのね、銀を引いた場合はね、岸谷さんはちょっと嫌でしたよね。この飛車が取られてしまいますので。だけど、それやっちゃうとね、業界最安値さんが助かってしまうので、それはやりたくないですよね。で、多分岸谷さんこれ取るでしょうね、さすがにね。 そうすると、業界最安値さんの王様は非常に危ないと思いますけれども。しかし、岸屋さんは、そうやって単純にやることによって私を笑わせるようなことはしないのかなどうなんでしょうね。でも、さすがにね、あの、継続手的にこうすとこですよね。で、これは、ま銀で取っときますか。まあ、飛車で取ってしまうとね、なんか、めんどくさいですからね。で、 まあ、取るしかないかなない取って金打てば逃げるってあこっちか今さこれこっちの竜で取る手もありましたかねうんいやなんかその私がこう銀竜を取り返した時にこの飛車がね業界最安値さんによって取れられるっていうそういう展開もあり,ありますからねだからあフでね もうこれさすがにこれ竜を取っておくんですけど。まあ、同流ですかうん。あ、でも、業界最安値さんも意外と王様が、上部が広いんですかね。お銀打って、こっち行って。うーん。岸谷さんがいつ目標を変えてくるかですよね。 あの、ガレです。ああ、ええー、こうやっちゃうのか。21して打ちたかったんですけど、打たしてくれないんですね。そういうことですか。はあ。まあ、そうですか。<laughs> うん。ちょっとめんどくさいから、この辺に銀、あ、いや、どうしようかな。ちょっとやっぱり業界最安値さんの王様がの、ちょっとこうとあれ あ,あ、危ないなんだ。なんか、マウスが。たまにね、反応が遅れるんで。えー、銀打ちあ、そうか。で、逃げ、あー、そうか。この手があったか。危ないですよねで。こっち行くの危ないので、やっぱりこっち行くしかないのか。で、ナらでい。いや、でも、なる手も怖いのかなあ。あー、でも、57金とか打つ手があるのですかね。なんか、こういう手って、なんかね、見落としがちなんですよね。 なんか分かりづらいんですよ。あギンってきましたね。これは、まあ取るしかないか。まあ同飛車なり、あ、同銀なりではなくて多分理由、ね、竜でこの金取ってくる手がちょっと嫌ですかね。あ、でも、低ボに。まあでも、罪はないで。こっちですかあ。こう逃げて、こっち逃げて、こう でやこうでこうやってこうやってこう,やてこういや罪はないこっち行くと思い切ってこっち逃げちゃうとどうなんでしょうかね危ないかなこっち逃げけると飛車うああ飛車打てないか思い切って逃げる危ないああ取るええー、あそうかマジックの筋があるんですねこれねマジック マジックですか。そうですね。マジックですね。これはね。で、これはね、下手にアイゴマす、ああ、でもアイゴマする手もあるかな。アイゴマして、こう取って、まあ、えー、岸谷さんが何かさした時にこう取っておけば、あでもギン打つと気になってくる手もあるから、やっぱりこう逃げとくか。 うん、これね、ぎ、あの、相駒してしまうと、7に銀打たれて、あの、この飛車に面もくれずに、こちらの王様をね、寄せに来る可能性もあったんで、ちょっとこれは、ちょっと、この飛車をね、取るというね。ええー、そっちですか。逃げて。まあ、とことん追い詰めてから取ろうってことなんでしょうね。で、取るんですね。いや、これ、業界最安値さんは、相当いいものを仕入れたというとこでしょうね、これはね。 やっぱり、いいものを仕入れて、やっぱりその、悪いものをね、安く売ってもしょうがないですからね。いいものを安く、売るというね。それがやっぱり商売の、商売にとっては大切なことですので。で、どうするのかな飛車打つと、筆受かっちゃうのか。面白くないですね、それはね。まあでも飛車打ちぐらいしか思いつかないですね。 まあでも、王様逃げられても、あんまり手がないんですけど。あ,あ、王様逃げてきましたか。あんまり手がないですね、これね。どうするんでしょう、これ。銀打つ。分の垂らしもあるんだよな。金、強気に進出してみますか。進出して、進出しちゃえ。 あんまり岸谷さんを今敵に回したくないですけどね。まあ、敵なんですけど。あー、ほら、来るんですよね。岸谷さんを敵に回してしまうと、岸谷さんと業界最安値さんの利害が一致するんですよね。逆にこの岸谷さんを味方につけて、岸谷さんが業界最安値さんに、あ、でも攻めれてないんですよね。岸谷さんは駒不足で。ちょっと、 ああ、止めてくるのか。突っ込ん、ね、で、同玉でさ、うーん、どうしようかな。ちょっと、もはや、これちょっと、業界再生さんから攻めが待ってる以上、こうやるしかないですかね。なんか、うまいってないかな、同玉で、銀、打って逃げて、銀打ちで、え銀打ちで逃げて、 また銀打って逃げて、飛車打っても筆があるんだよなぁ。なんかうまくね、岸屋さんの、岸屋さんに大手かけながら、業界最安値さんの駒を削って、ま、万引きみたいな感じでしょうかね。万引きというか、その、ね、業界最安値のお店からね、ちょっと物を隠るというね、 そういうずるいことをちょっと考えたいところなんですけど、意外とそういう手が難しかったということで、まあ銀、まあ追い込めはするんだけど、ちょっとなんですよね、なんか。銀打って逃げて、銀をぶち込んでいっても同金同金同金、ちょっとつまらないですよね。まあでも追い込むだけ追い込んときますか まあこっち逃げるでしょうね。あ、1四飛車、あ、まあ1三玉ですよね。で、2四からね、って言ってもね、この1五の金もいるので、ちょっとそれは、ダメなんですよね。2一銀で詰めろとかしてみますか。いや、でも2一銀とか打つと絶対これって、まあでもしょうがないな、こうするしかないや。 で、これね、業界最安値さんがこちらに対して、まあ、こんなことやってきたときに、岸谷さんなんかね、飛ばしてくるんですよね、こっちの手番をね。飛ばす手があるんですよね、39歩とかで。ま、3級譜で、まあ、逃げて、まあ、ちょっとわかんないですけど、岸谷さんとしてはもう業界最安値さんと利害が一致しちゃってるので、でもそれを防ぐすべがなかったですからね。あ、 受けるのか受けるですねそれでいいのかいいやもう突っ込めあでもそうか同あいや、うん、同金こう上がってきてくれたらしちゃうってこの金回収してあそっちかうん ま、飛車打って、この銀回収して、なんとか耐え忍ぶことができないだろうかという問いかけをしといて、ま、銀を、あ,あ、じゃなくて飛車打って、飛車打ち。で、多分合駒するでしょうね。これがっちりと。ま、1応金もありますけど、ま、さすがに1応金打ちとかするんじゃないですかね。あ,あ、引きですか。 まあ、そうですか。まあ、でも、金取っといて。で、こちらの王様がまだ詰まなければ、まあね、まあ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 。まあ、これ上がっといて。あ、でも、金打ちが厳しいか。あ、飛車、飛車がいたか。うわー、や、やば。あ、これあれじゃん。岸屋さんに詰まされそうじゃん。あ、え銀打ち あ、ピン打ちか。逃げて。はあ、やばいなあ,あ、やばい。打つと。え打つとあ、こっちへ行けばいいのかあ,あ、いや、まあ、こ、えまあ、いいや。いや、こっち行くか。いや、青いきと行きとはまさにこのことですね、これは。 うーん厳しくきますね、これは。まあ、銀引いて受けるような形でしょうかね。やっぱり、逃げ道を作りながら、まあ、受けるのが最善といえば最善でしょう。まあ、これで大丈夫ってわけでもないですけどね。岸谷さんが協力してきたらもうね、あの、1巻の終わり、2巻の始まりという形ですね。まあ、岸谷さんとしても、そんな 私の,あの攻めがな、ね、いですから、別にそこまで厳しくやる必要はないっていう、そういう感じかもしれませんけどね。まあ2号金とか打たれたらもうダメですね。2号金でこう、あ、でも、一回王手かけて、同玉で、えー、っと、どうするんですかね。ん のただ捨てだったような気もするんですけど。はあ、ここに金ですか。はあ、そうなんですか。うんで、これも私は岸屋さんに噛みつくなんて、そんなね、ことはもうできる立場ではございませんので、やっぱり筆、こんこの辺かこうですか この竜をね、あのー、ちょっと遮断しておかなければ意味がないですね、これはね。で、こうやって調子に乗ってね、岸谷さんなんか攻めたら、ダメですよね、それはね。それは許されないことですよ。え銀打ちあ、銀打って逃げて、この金取るってことですか。うーん、まあ確かにね。 金を取ってきた時に、岸谷さんはどうするかですよね。で、この銀は私は取りづらいわけですよね。取ると、あのー取れ、取れないですよね、ちょっとね。かといって、あんまり放置してると、私の王様も詰まされちゃう感じなので、難しいとこですね、これね。でも、岸谷さんはこの、 8六金どうだったですかねなんかあんまり変なこと考えずに私の王様にアタックかけてって言った方が、あのー、こちらとしては嫌でしたけどね。あ、でもこれで、あ、でもまだ詰まないのか。ここでね、なんか駒がもっとたくさんあったりすると私の王様も詰まされる。あー、王様逃げましたか。そうですね。 どうしますかねこれね。この金は、あ、じゃなくてね、この金も取りたいんですけど、この金は、あの、放置しておいてもう多分、業界最安値さんが多分取ってくると思うので、これを放置しておいて、こっちをまずは回収ですかなんかいろんな駒がぶつかってるんで、なんかよ、なんか意味がわかんないですけどね。なんかいろいろとね。多分これ取るでしょうね。 あ、はいえー、と飛車を打ったわけですね飛車を打ったんですけどあ王手かきつくなかったうーんとでもこの手はえっ、まあ、この金を取りたいってことなのかうーん分からんちょっと分かった 上に上がる手もあったかなぁ、まあ、次にね5七金打ちっていう手がすごく厳しくなってしまうのでこの金打ちもいかがなものかえぇ、ー、引くんですかそうですか引くんですかえー、っとちょっとやっぱりなんでかんだ言って境界最安値さんが怖いのは確かなのでまぁ、あ、一回大手かけときますかこの金に紐つけるって意味でね 金に紐付ける意味ではこれ銀を打っといて、で、岸谷さんが多分2一玉とするんですよね。なんかちょっとど、どちらを味方につけたらいいかっていうのも全然分かんなくなってきましたね。ただ、岸谷さんは駒がないので、今は怒らせても、いや、どうなんだろうな。でもまあ、取りますよね。ちょっとよく分かんないけど、 まあ、筆でも打って、ちょ、まあで、あんまりここで岸田さん的に回すのもあんまり得策ではないような気もするんで、あ,あ筆ですか。同玉で、同玉で竜が来るんですかね。で、銀を打つ。ああまあ、でも取るしかないですね。ああ、逃げる手もあるけど、ああ、でも取り、ああどうだろう。でも取りますか。 あんまりこういう時にね、拠点の譜を残すのも嫌ですからね。で、銀打って、ま、それ以上の攻めないと、ないと見たい。なんか中断玉寄せ西し,しというね、そういう格言が本物であることに期待したいというところでしょうかね。まあ、金なんでね、あの3、3六に銀をぶち込んでくる手とかそういうのはないですよ。まあ、金ぶち込んでいく手があるかなまあそしたらもう取っちゃいますけどね。 変なこと考えずにさあちょっと駒不足ですねうわ金打ちですかはあ、ははあ、取られたら同銀ああこれ取ると同金ですかそうですねまあとえー、どうしよう取ると同金まあ取るか まあ、同金がそんなにその厳しくないと思うのでね。同金の瞬間、こちらの王様は、詰めろではないですよね。で、岸谷さんがどう考えるかですよね、この局面を。まあ、でもそっか、7四銀とかもあるか。7四銀とかマジックみたいな。あーでも、え、そっちですか。うーん。 ただこれ、業界最善さんは大手大手で私の王様を詰ますっていうことはできないはずなので、あ、あでも、うん、いや、どうだろう。多分それはないと思うんですよね。なので平行に取って、いや、でも取る、うん、まあでも取っちゃおうか。ちょっとこれはもうしょうがないですね。で金とか、へばりついてきた時ですよね、問題はね。 ああ、竜で。この銀をね、狙うってことなんですね。なかなかうまくね、他の人と利害致し、あ、銀打って、まあ、あ,あ、これは嫌な手ですね。マジックされるんですよ。あ,あ、でももう一回追い込むかな。いや、そんなことしないか。追い込んでもしょうないですもんね、これね。普通に取ってきそうですよね、なんか。うーん。いや、これはまずいな。 どうしようかな、本当に。あー、これはもういいや、もうこれでいいや。とりあえず上部をなんとかしたい。ああやばい、これはやばいな。ここで岸谷さんと業界最安値さんの理解が一致しちゃってる感じなんですよね。でも私は岸谷さんの方に噛みついて 活路見出すしかないから、しょうがない。あ、でも、あ、そっちか。なんか優しい手ですね、これは。あんまりその、極端にそのね、ねという感じの手ではないですよね。でも、とは言うものどうすんのっていうね。金を取る同銀ちょ、あ、でも金取るしかないですね。 2二金同あ2二金同歩で意味ないかダメですねそれではまあ歩成りはあるかでもえ、ね、まあ歩を成るええ、ね、まあ歩成るぐらいしかないですねまあ手番が回れば3二とでも手番回してくれっていうかその 業界最安値さんが言って緩めてくれたとしても、岸谷さんがね、あんまりその、ああ、これ緩めてくれたわけですよね。ちょっと緩めましたよね。でも、岸谷さんとしては、そんな手を簡単に許すわけはない。ああ、でも、どうだろう。でも、3六銀とか打ってもしょうがないか。うん 多分今、岸屋さんとしてはこの4 8竜って手は面白くない手ですよね。ガルデさんじゃなくて、業界最安値さんさ、もっとさ、ビシビシさ、歩き人を攻めろよっていう感じでしょうね。だからこう受けたわけなんですよね。で、こっちを、うんどうなんだろう。こっちを取ると、どう、うんこっちを取ると、こっちを取ると同金って意味ないんですよね。こっち取ると、 同歩、まあ、こうですかまあどう、うあれどっちでしょうあ、曲ですか。曲は、銀打つと同で、銀打こうやって、こうやって。あれ銀打ちで詰みかな銀打ちでこうやって、銀打ってこうやって、こうやって、こうやって、ちょっと銀打っていきますか 同玉で4四銀としちゃって、逃げてきさ、うん、これ銀が進出して、まあちょっとトップ取りに行く手ではないですけどね。トップは取れないけれども、順位を上げる。あ、金打ちで、ちょん。2四金、2二玉、3三金、3一玉、3二玉。うん。まあ、金打ちですね。 あは2、い、二,二玉の一手ね3三,三銀成となっていってでこうやってこうえ三3三銀成こうやってこうやってこ,うやっ,てこっち逃げてもきい3三銀成ですねで取って同玉なってうん、まあ、取りますか えまあ4、4二金もあるんですかね。4二金と、いや、でもま、さすがにこっちですよね。そうですね。うん、2三竜、ま、こっちで、これがいいかな。 できるだけね、コマを使わずに詰ますことをしたいんですよね。でき、うん、ちょっとトップ取りに行くのは難しいんですけど、それでもなんとか粘りたいというね。43竜として、まあ43竜ですかあ,あ、こっちか。あれまあ42竜とする手はありますか。無理や で、取っといて、これ、うまくね、その、シ屋さんを追い詰めながら、業界最安値さんの駒をね、取れればいいんですけどね、なかなかそうもいかないんですよね。詰ますしかないか。うーん、あり、本意ではないけど、まあ、詰まさざるを得ないな、もうこれは。 銀打って逃げてこう取って銀打って,打ってあそっち逃げるのか <laughs> うんまあ詰ますうんあでもまあ詰ますまあしょうがないなこれなんかあんまりよくないですけどねこれねこっち逃げることもできるか まあ5、5一の銀を消しながら詰ましたということだけは、こっち行くと詰まされるんで、こっちしかないですね。ダメですね。こっちの金銀の方に逃げたかったですけど、そっち逃げ出し、逃げ、無理ですね、ちょっと。おぉ、しかしこれが逆逃げて、こっち行くと、こっちか。あれでもこれちょっと追いかけ方が、ちょっと、ああ、でも銀打ちが厳しいか。 うんでも、うんまあでも逃げといて。ああ、竜ね。確かにそうですよね。まあ、一回大手かけてみますか。一回大手かけて。あ、逃げるんですか。だったら取りますね。あ、でも竜が来ちゃうか。そうですね。言われてみれば。こっち逃げると飛車、 が来るので、こっち逃げて。うーん。でも、これはこうですね。あの、こう、こちらの筋行くとちょっと、飛車が来ちゃうんでね。おぉ。ありちょっと粘りに行く手があるかなという。 まあ、筆を受けるしかないですね。おおこの手はなんだこの手は、ちょっとわかんないですね。と金を引く手はまずいですかと金を引くのは危ない。まあ、銀をがっちり受けた方がいいですかね。あ、もうなんか手数がすごいですね、これね。竜、まあ、取るか。 ま、同玉で。うん、でもこれうまく粘ってんじゃないですか、ひょっとして。まあ、まあそうなんですけど、でも筆受けといてね。あのー、飛車がもう一枚出動できないので、これ意外と、意外とうまく粘って、と金ができればね、それで結構また粘りの余地ができますから。おお、まあこの金を取るってことですか。これは受けといてもいいかな。受けとこう。 うん、まあでも、時に作って、次また垂らしてね、時に作って。あるいは8三銀なりか ?8 三銀なりという感じで、またはね、うん。ありゃ、<laughs> 261て<手笑>、いや、300ていくな、これ。 おで,でもこれ銀がねこうなったりああ金でもいいのかなあ銀ですねやっぱりまあ王様入ってかうんなるとこう取ってどうまあでもなりますけどねまあ成金取られても同等でまだ大丈夫 <laughs> おまうん。いや。お逃げてくれた。逃げてくれましたね。ちょっと、こうしとこう。これいつまで続けたらいいやらという。 これさ、相入玉になってしまったらなんかこちらの方が駒が少ないっていうんでなんか負け認めた方がいいのかなあ銀打がああなるかうん、うん、まあさすがにね取らせてはくれないですね いやなんか引き分けになりましたねちょっと無言になってしまったんですけどまあどうなんですかね4人将棋大会だったら駒数あの4人将棋におけるその点数の数え方が私にはよくわからないんですけどもあの本将棋だとさなんか飛車角が5点で小駒が5点1点で。 24点だっけ ?24 点足してたら引き分けになるんだけど、その24点足してない側がいた場合は負けとかなんかそういうルールがあるらしいですけど、4人勝利の場合ってどうなんですかねよくわからないんですけどね、なんか。ちょっとまあ引き分けで許されるのであれば、まあでもまあ、うん。<laughs> はい、まあそんなところですね。